れねえで終わってましたね。ちょっとねなんかねカメラの温度がねまた上がったとか、またねもうこのクソ携帯ねでね、要はねあれですよ、だから何でしたっけ、何でしたっけ、あそうそう、だから秘密情報をもらって嬉しいのはわかるよと、あなたはね、あなたは一生懸命ね、その任務につい忠実なんでしょう、ね、それもわかります、それにその協力者からいろんな情報を引き出してくる、ね、極秘なそのなんかジオン軍の座席表とかそういうのをもらえる、まあ、あなたは相当お仕事ができるんですよ、それはわかるんだけど、わかるんだけど、あなたそれがいざとなった時に責任取れますかっていう話なんですよ。例えばね、悪意がある安室サミーがね、悪意が本当に悪意があるやつだったら、その例えばそのね、サイド6のカムラン調査官からもらったその座席表をね、どうするか、安室サミーはそれをプリントアウトしますよね、ピーって。それでカムラン調査官になんかこんな情報が漏れてますけどこれ大丈夫ですかって、例えば私がそこのカムラン調査官にね、メールなりね、まああの連邦軍内、まあ連邦軍というかなんだあれ、うん、地球連邦軍内あのポストっていうのが、ポストっていうか郵便制度っていうのがあるんですよね。そこに出して手紙をね、カムラン調査官に出したらどうなりますかって話なんですよ、それ。だから300、乗組員の380人だか90人全員がいいやつとは限らないわけですよ。ね。で、それをもらったカムラン調査官はどうなるかというと、こんな情報ね、あいつにしか話してないと。あいつは、あ、極秘だって言った情報を勝手に売るようなやつなんだ。じゃああいつとはもう今後一切、あいつにはジオン軍の秘密情報も何も教えてやらないにしようってなるでしょうね。で、まあそれで収まればいいですよ。それで収まればいいけれども、もしも本気でね、問題になったらそれどこじゃ済まないですよね。何これって、え、連邦軍のホワイトベースの乗組員ってそんな秘密も守られない人間なの、ふーん、そうなんだ、じゃあ連邦軍に協力するのはやめよう、ジオン軍には秘密な情報をどんどん教えてあげるけど連邦軍には教えてあげない、教えてあげないならまだいいですよね、連邦軍にはじゃあ偽の情報を教えちゃおうってなる可能性がまた一つ。そしてもう一つは、これが一番まずいパターンでしょうけど、うーん、連邦軍ホワイトベース隊はそんな人がいるんだ、じゃあ連邦軍のジャブロー本部の、偉い、なんとかさんね、エルラン中将、僕よく知ってるから、じゃあエルラン中将にホワイトベース隊ってこんなことしてるらしいけど連邦軍内ではどうなのみたいな話をされられたらどうなりますかってことなんですよ。で、これね、誰も指摘しないんですよ、その危険性を。分かってんのか分かってないのかよく分かんないんですけど、多分ね、ホワイトベース隊もね、そのまあ中にはね頭脳明晰いるんですけど、大体頭おかしいで、頭、まあ大体ね、ちょっとね、なんだろう、いい人すぎるのかな、あれ、いい人すぎるって言っとこう、ね、本当は別の言葉あるけど、いい人すぎるから気づかないのかな、あれ、だから誰も指摘しないんですよ。でもね、指摘する部署あるはずなんですよね。で、そこが仕事しろって話なんですよ、だから。で、そこは別の仕事はしてるわけですよ、要は。別の仕事はね、一生懸命やんだけど、それ一番危ないとこじゃないっていうところはね、なんか口つぐんでんのか、ね、よくわかんないんですけど、そこはやってないんですよ。だから正直ね、だから連邦軍から、その、ね、例えばね、連邦軍、あ、ホワイトベースからその連邦軍の、まあ、連邦軍の、例えば、ジャブロー基地に、その、ね、その、宇宙世紀にもファックスってあるんですよね。
例えば連邦軍の、いやごめんね、ホワイトベースからそのジャブローにファックスを送ったつもりが、ジャブローじゃなくてキャリフォルニアベースに、まあ、連あれキャリフォルニアベースはジオン軍だな、どこだっけな、どこか、あだ連邦軍の、あれはね、どこだっけな、アイスランドのなんだっけな、何校だっけな、あそこはレイキャビックは違うな、アイスランドのなんだっけ、なんかあったんだよな、基地の名前なんですよ、まあいいや、まあいいや、じゃあなんどこが行くかな、あオーストラリアでいいや、その連邦軍のジャブローに送ったファクシミリが連邦軍の、間違いでオーストラリア基地に送ってしまいました。でこれの方がね大問題になっちゃうんですよ、ホワイトベースで。お前ファックス番号間違えたなみたいな滑稽一言で言えば滑稽そんなのね大したことじゃないんですよ別にそんなのだってオーストラリア基地であれこれおかしくねみたいな、うち補給能力ないけどみたいな、何ホワイトベースうちに対してなんか水と弾薬要求してんのみたいなね、これジャブローに送り間違いでしょみたいな、そんな感じで済む話をねやたらなんかすごい大問題にしちゃうんですよそれ。だけどその肝心な、ほんと肝心要なところの情報の漏洩する、そのね、その秘密情報が漏れちゃう、ジオン軍とか漏れちゃったり、まあ、いろんなところに漏れて本当に大変なことになっちゃうってところには誰もメスを入れないっていう、あれがねホワイトベースはね、まあ強いんでしょうけどあれがよくわかんないんですよね、そこのところが何なんだろうって思いますよ本当にあれは。っていうところで本気ぼやきこれぐらいかな、ギリギリでもないけど、別にこれホワイトベースの話だからね、ギリギリでもないけど、ちょっとねウッドビレッジさんできるのここまでだよやっぱり、うん、そこはちょっと理解していただければと思います。以上で編集長。